熱いですね。もうグラグラ倒れそうよっていう声も聞こえましたけれども、安倍政権ももはやグラグラ倒れそうじゃないですか。この夏私たちは共に頑張り合って、このフラフラガタガタの安倍政権を政権の座から引きずり落としましょう。戦争法は廃案、安倍政権退陣、こうしたことで私たちはこれから8月も頑張り抜きたいというふうに考えています。皆さんのお手元に、プログラムが配布されるかと思いますけれども、今日もたくさんお越しになったのでお手元に届いてない方もいらっしゃるかと思います。総会行動実行委員会のホームページなど、ございますので、検索してみてください。私たちはこの間ですね、木曜日、毎週木曜日の夜6時半から、国会前集会ということで議員会館側で集会を取り組んできました。この夏真っ盛りの8月ですけれども、継続して頑張りたいと思います。とりわけ8月6日、この日も木曜日なんです。おそらく広島やあるいは長崎、この反核平和の、取り組みでいろんなところに行かれている方も多いかと思いますが、私たちは国会前で頑張って声を上げていきたいと思いますので、この日あるいはその来週、翌週、翌々週、8月ずっと頑張っていきたいと思ってますので、ご決心をお願いしたいと思います。それから、先ほど浜田さんからお話がありました、7月28日、今日26日ですから、あさってですけれども、あさって、日比谷野外音楽堂で大集会をまた行いたいと思います。これは6時半、夜6時半からの集会になります。ぜひご参加ください。そして、プログラムにはちょっと書いてないんですけれども、明日、7月の、27日、明日は、参議院での本会議での審議が、予定されています。私たちはこの参議院段階でこの憲法違反の戦争法案を絶対に潰す、通させない、廃案にする、そういう決意を固めていますから、そういった意味で再度この本会議での審議に抗議しながら絶対に廃案するぞという報道を緊急ですが取り組みたいと思います。7月27日の月曜日12時、お昼の12時から13時にかけて、国会議員会館側、衆議院第二議員会館の、すみません、これ参議院の、議員会館ですね、参議院の議員会館、とにかく国会議員、議員の会館の方に、集まってください。よろしくお願いします。それから、8月26日は、先ほど日弁連の方からもお話がありました、日比谷野音で日弁連主催の集会があります。こちらにもぜひ集まってください。そして最後に8月の30日日曜日、今日と同じような時間帯です、14時から国会法医に取り組みます。この国会法医はぜひ10万人を超える人々の怒りでこの国会を法医参議院で絶対に潰す、廃案にする、そういう決意をみんなで声を上げましょう。いずれにせよ安倍政権はこの9月末まで、この国会会期中でこの戦争法案を無理やり通そうとしてくると思います。しかしそんな無法を犯す安倍政権ごと私たちは打ち倒して、憲法破壊を許さない、戦争法案絶対反対、こうした取り組みをさらにさらに全国各地に押し広げていきましょう。今日ここに集った皆さんがもう一度お家に帰って周辺にこの今日の出来事をぜひぜひ広げてください。そして8月30日さらに大きな形でまたここでお会いしましょう。楽しみにしています。ありがとうございます。
それでは、ですね、コールを最後に上げていこうと思います。安倍政権に私たちの未来を決められてたまるか、声を上げていきましょう。戦争法案今すぐ廃案、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 今すぐ廃案、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 安倍政権は今すぐ退陣、安倍政権
うと思います。少し時間を置きます。ありがとうございます。あ、すいません。皆さん、ですね、今日は作家の室井柚月さんもお見えになっております。ありがとうございます。連帯して頑張りましょう。ありがとうございました。皆さん、大変暑くなっています。今日、多くの方がですね、ちょっと気分が悪くなったって感じで、救護車の方にお越しになっています。今若干休憩を取りますので、水分補給、あるいは皆さん今木陰の方を探してですね、そちらに入っていただくことをちょっと呼びかけたいと思います。今、大変暑い、時間帯になっています。先ほども何人かの方が気分悪くされています。お酒などを探して、そこで、入っていただくことをお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。